はい、どうも。おはようございます。ワドです。今からご飯食べます。今日はですね、2019年の1月の、23かな？今日23か？昼間の15時37分です。ロードワークが終わって、今から朝食を作ります。よろしく。ご飯です。よし、じゃあ作るか。舞茸と、もうがっつりうまいもん食いたいと思ったから和牛ステーキ買ってきたわ。 20% オフ1500円だったから和牛ステーキ買ってきた。これ食おう。で、次のご飯は500円のサイコロステーキです。あ、明日かな。あとは吉野家の角的買ってきたね。まあ、こんな感じです。準備からやろうか。ニンニクから、ニンニクたっぷり食べよう。腹減ったな。みんな自炊とかするの？お茶ありがとう。お茶ありがとうございます。コンティニューコインも50個単位でお願いします。お茶皆さん、無料アイテムお茶お願いします。おー、あーちゃん、いらっしゃい。なんかサムネの特殊メイクみたいなのすげえかっこよかった。あれ自分でやったの？あれめちゃめちゃかっこよかったわ。コンティニューコインは50個目安でお願いします。ストック50で。可愛かったよ、あれ。ハロウィン自分でやったんだ。うまいね。上手じゃん。
ダメだ、切れない。一回解こう。一回解かなきゃダメだろ。研ぐやつどこだっけな。ほうれん草のいい匂いが。なんで女の人は料理得意なんだろうね。料理得意な女の人好きだよ。この人が本当は料理できになるようになるのはあんまり良くないんだよね。だね、スライス。がっつり食べる派だから。ロータスさん、ステーキ？ステーキ、ステーキ、和牛ステーキ。割引で1500円だった。肉食いてえと思って。もうさ、運動してるからだろうね。体がもう肉食え、肉食えってもう反応出してんのよ。信号を出してて、肉を食らえと。味覚鋭敏になったもんね。走るようになってから。体が欲してるものがすぐわかる。野生の勘が働いてるもん。
おっさばくありがとう。おっさばくありがとう。トラマルさんありがとう。先日どうもどうも。ステーキ食うよ。ステーキ。ステーキ。寒い。水道水冷た。あ、届いた届いた、ニンニン、ありがとう。届いたよ。二つ。多分これ、ニンニン二つだね。ありがとう。あ、っていうか、名前ニンニンだったら確実にニンニンだわ。ありがとうね、ニンニン。今度開封枠、開封 YouTube やるから、YouTube にあげる。ありがとう。サンキュー。ニンニンさん、よかった。ありがとう、ニンニン。いつもありがとうね。お願いします。うん、開封 YouTube やるわ。玉ねぎは添え物。ステーキ焼くとき玉ねぎ焼かない？
甘みが出るじゃん、ソースに。じゃがいもは添えるやつ。ほうれん草とじゃがいもと、舞茸。配達中になってるかどうか届いたよ。ニンニの名前で、え、2つだよね、荷物。荷物2つは届いてるよ。他に何か送った？2つの荷物は届いてるけど。いつも名前ニーニーだよ。ニーニーの名前だね。
舞茸とほうれん草です。舞茸とほうれん草、そこにホクホクのザガイモ、ザガバター、バターソテーですね。ザガイモと、ザガイモと、バターソテーのほうれん草と、舞茸です。そういうものはこんな感じでいいよね、男の一人暮らしだから。はい、こんな感じです。 ありがとう、買い物配信ありがとう、来てくれて。じゃあじゃがいもとバターソテーと舞茸ね。じゃあ肉焼こうか。買い物配信見てくれてたんだ、ありがとう。お茶バカありがとう、来てくれてありがとうね。もしよかったら3点セットお願いします。お茶バカありがとう、お茶バカありがとうね、サンキューです。忘れてたか。これはもうニンニクたっぷり使うんで、料理には抗がん作用最強の野菜ですからね。皆さんニンニク食べましょうね。ニンニクは抗がん作用やばいですから、たっぷり食べましょう。おさばかありがとうね。
ニンニさん、ステーキ将軍ですね。ステーキ役。2割引きで1500円だった和牛だね。和牛。ニンニさん、たまには食べたいよね。たまには食べたいよ。なんか今日は走り疲れたからもうがっつり食おうと思って。お茶爆ありがとう。コンビニコインありがとう。50個目安でお願いします。ステーキ焼くときサラダ油でいいのかな、牛脂で焼くのかな。サラダ油か。え、あーありがとう、ありがとうね。え、サラダ油ダメなの？買ったよ買ったよ。でもそれは今度食べるやつ。サイコロステーキ500円は買った買った。え、サラダ油でサラダ油ダメなの？サイコロステーキ買ったよ。え、サラダ油で玉ねぎと先に炒めるんじゃないの？ニンニクを。ニンニさん、中華油が美味しい。え？え、じゃあニンニクとか、ニンニクで最初ガーリックの下味付けでしょ。いや俺が言ってるの合ってるでしょ。牛脂で、牛脂後追加すりゃいいじゃん。玉ねぎとかはあれでしょ、サラダ油じゃないの？違う？合ってるよね。牛脂だけだったら油吸っちゃうでしょ。だよね。サラダ油でいくよ。ニンニさん、野菜はサラダ油。だよね。全部でちょうど3000円、全種類はちょうど3000円だね。4種類あるから1000円のが2枚と500円のが2枚あるから、ステッカー全部で3000円、4種類コンプリートで。
チップ作るね、カリカリにね。そうそうそう。美味しくない？ガーリック大好きなんだよね、ニンニク。うわ、テンション上がってきた。なんか、っていうかフライパンの今日油の乗りが悪いな。あ、これいいやつだもん、服部先生のフライパン。ただおすすめはしない、フライパンは。鍋はすごくいい、このメーカー。この手鍋は最高だった。これも星5個、絶対5000円ぐらいかな。ジオっていうメーカーのフライパン。鍋は使いやすいけど、フライパンはプロ用、絶対使いづらいと思う。フライパンはね、使いこなすのに時間かかった。俺もノリコも、これはあのテフロンとかに慣れてる人は無理だと思う。あの熱を冷ましたりとか、そのいろんなね、難しいんだよ、火の通りとか。しかも IH で使ってるから。これは火力が強いね、ちゃんとガスであの使いこなせる人じゃないと無理だと思う。プロ用のフライパンだから。熱伝導率が高すぎる。もともとこれあのプロ用の機材だからね。あの一般向けに開発されてるメーカーじゃないから、業務用だからさ。ただ手鍋は最高だよ。あ、マジで？鉄のフライパン？ジオの？ジオのフライパン使ってる？鉄はね、持つからね。鉄のフライパンが一番いい。テフロン加工俺大嫌いなんだよね。テフロンはダメ。してるのだね。
牛脂と牛脂投入します。肉、あのレアで食べれない人だからウェルダンだね。肉、あの赤身が残ってるとダメなんですよ僕。コンディコインありがとう。いい音。切りますか。切りますか。やばい。いいね。これはやばいでしょ。これはうまいに決まってんじゃん、こんな。これブ
分厚いので食いてえな。こんなペラッペラの和牛じゃなくて。いつか分厚いので食いたいね。じゃあ先ほどのね、舞茸と、ポテトとバターソテー、舞茸ポテトほうれん草です。これをまず、いや、めんどくさい。はい、できましたね。キャプってください。今度ソース作ります。こいつにみりんをボバーっとね、みりん、切りましょうね。旨味をみりんに閉じ込めながらみりんを煮切ると。みりんをぐつぐつ。米印、愛ちゃん、米印さん、いつかぶちついの食べましょう。力こぶ、色白の肌、ベーコン、分厚いのね、食えるようになりたいね。なりやがってね。ぐつぐつ煮詰めます。みりんを煮切ります。まずで、玉ねぎの甘みと肉汁の旨味をここに閉じ込めます。みりんにで、ここにガーリックペッパーも一緒。はいよ、はい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 。ガーリック、ガーリック、ガーリック、多めにね。アイちゃん、米印さん、ちょっと仕事の合間にお茶出しますから。ニンニさん、そもそもスーパーで分厚いの売ってないよね。そうなんだよね、肉屋行かないとね。で、砂糖、もう一冊の赤いカンカンブーさん、ワドツ、はい、ワドツ、もうで、砂糖を振りかけて、米印さん、メガドンキになります。そう。さあ、行くぞ。あとは煮詰める、このソースを。この旨味を閉じ込めたソースね。ガーリックと玉ねぎの甘み、砂糖、みりん、肉汁。うまいに決まってんだろ、こんなの。ソース完成。これを温めます。マリルボーンさん、なるほど、そういう作りで、ご飯大盛り予想をね。うちは麦飯です。たっぷりの麦飯、麦飯。
いい感じです。ステーキにね、こちらにかけたいと思います。そうそう。いただきます。完成しました。ご飯食べましょう。完成です。食べましょう。そう、肉食いたくて肉食いたくてしょうがなかったからね。豪華だよね。さあ食うぞ。じゃあ皆さんいただきまーす。いただきまーす。じゃあ食います。いただきます。飯食おう。いただきまーす。ステーキからいくか。どうだろう。召し上がれ。いただきまーす。うんめうまっ。やば。やべえ。うまっ。やっぱ和牛うめえな。全然うまい。やば。しかも体がもう肉食いたかったからガツンってきてるね。スコーンってきた。超うめえ。これはやばい。うまっ。味付けもバッチリ。マリルボーンさん、それな。ん？それな？うん。あ、これ白的。マリルボーンさん、白的で。うん。うめえ。やば、超うまい。これ運動してるからうまいんだろうな。すげえ、やばい。脳汁がやばい。うまい。うまい。うん、うん、これだよ。
うますぎる。うまい。うわぁ、超うまい。明日も頑張ろう。明日も走ろう。飯がうまいとか、運動してないと飯うまくないもんね。何食ってもうまくないけど、運動してると何食ってもうまい。体が食え食え。回復させようとしよう。うめえ。自炊は哲学だね。うますぎる。最大の調味料はロードワークだな。辛いのもいいね。うん。辛いのもうまいよね。まあ自炊いいわ。うますぎる。
な。ニンニさん、ロードワークの時の測るやつニンニは苦手なのでごめんなさい、ショウ。ああ。知らないうちにお茶爆タイム過ぎてたかな。うん、うまっ、汗止まんねえ、うめえ、やばっ。いや、これはすごい、めちゃくちゃうまい。まあ単純に和牛が良かったんだろうけど、めちゃくちゃうまい、最高。うわー、やば、脳汁が出た。ごちそうさまです。ごちそうさま。いや、うまかったわー、最高。さんからいただいた米でご飯を食ってるからね。うん、いや、超満たされた。あー、超満たされた、最高。うまかった。飯はいいな、やっぱな。うまいものをがっつり食うっつうのは最高だな。よかったわ。コーヒー飲んでタバコ吸うか。金利さん、片付けが待ってますね。うん、片付けは俺嫌いじゃないもん。全然平気、片付け全然平気だよ、全然平気。ニンニさん、タバコのメーカーどこ？タバコの銘柄はね、アメリカンスピリットのメンソールライト。アメスピって言われてんだけど、アメリカンスピリットの緑色のやつだね。メンソールライト。あ、違う。名前変わったんだ。オーガニックミントに変わったんだ。アメリカンスピリットのオーガニックミントっていうやつ。オーガニックミントだ。
わあ、うまかったなぁ、マジで。えぐいわ。じゃああれか、ふわっち戻ってコラボとつまちでもやろうか。コラボとつまちでも。最近そればっかりだけど。じゃあ、ふわっちの狐枠でコラボとつまちやろうと思います。お疲れ様でした。皆さん最後まで見てくれてありがとう。めちゃくちゃうまかったっす。和牛ステーキ。ういっすー、お疲れっすー。